んばんは、こんばんは。何も見てないぞーって感じでね。今日なんか大人ひなちゃんだ。痛いぞーって感じなんですけど、まだ背中が。そうなんですよ。ちょっとこっちがちょっと痛いぞーって感じ。もうなんか疲れてきちゃって、こっち。何もしてないのにね。痛くて疲れてきてる今。やばい。そうなんですよ。甘えもさんはね、あのね、ご飯の時間なのでも、甘えもさんはいつも9時半頃にご飯を食べるんですけど、甘えもさんはあの、クシちゃんのことなんですけど、クシちゃんはいつも9時半頃にご飯を食べる。私は9時半頃にショールームを始めるっていう感じなんですけど、あ、イヤリングちょっとびっくりしちゃった。そう。なのでね、お家帰ってます。今日すごい甘えてきて可愛かった。最近反抗期だったんですよ。ずっとね、遠くにいて隠れてたんですけど、今日はずっと近くにおりました。なでなでしても逃げんかった。うん、即者ディナータイム中です。今日はデレの日。ツンデレちゃんですから。反抗期なんですよ、ブーブー言ってます。ということでですね、今日ね、写真集の発売が、あと、え、やばい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 、 TikTok 更新しない、普通に今忘れてた、まずいぞ。ちょっと今ここで編集タイム入ってもいいですか。ちょっとやばい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 、今日は温泉のやつかな、これかな、多分6日言ってますね、これね、これを文字を付け足してコピーテキスト、ペースト、スタイルは赤赤赤赤、こんな感じかな、この位置で大丈夫かな。よし、これをエクスポートしています。よし、これをTikTok にあげたい。TikTok 音源募集します、急に。TikTok、今日の音源募集いたしますよ、皆さん。本日はどの曲がいいでしょうか。夢アドのメロンソーダ、やってきました。ちょっと待ってくださいね。見つけるんで、今から。こちらを。夢アドのメロンソーダ、あら、かわいい。なるほどなるほど。他に何かありますかね。ちょっとあったら言ってくださいね、皆さんね。共同で編集中、共同編集ですよ、これ。私とあなたで作っていきますから、うん、これでいいの、みんな。これでいい。すごい、こんなに一瞬ね。音量調整したいので、ちょっと音だけ先行公開したいと思います。あ、これ自分の声全く入ってない気がする。ちょっと待って。ちょっと待って。みんな、ちょっと待って。
声がちっちゃいやつだから、やばいやばい、編集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 、ちょっと音量音量バカでかくしてバカでかくして、こんぐらいあったらいいんじゃない。もう一応最大限にとりあえずバカでかい音にし直しまして、でちょっと戻って、最後にキャップカット入ってないかな、これキャップカット入ってないるんじゃないか、入ってない入ってないぞ、よし、ちょっともう一回もう一回楽曲、あーちょ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 、音量音量どうだどうだ、よく聞こえてますね、よく聞いてます。これでカバーを選んでいきたいと思います。本日のカバーはどれにしようかな、おっとっていうなるようなカバーにしたいので、こちらにしたいと思いますね。はい、であと6日温泉マーク、ハッシュタグハッシュタグハッシュタグをいっぱいつける、温泉うん、よしこれで高校どこ中です、よしいいぞ皆さん、いいぞいいぞ、あ、今 64% なんです、皆さんの元にまだ行っておりません、あ、ちょっと見ちゃった普通にTikTok 見るな、うん、完全にあともうちょっとじっくりじわじわ行っておりますよ、ね、あと6日になりました、1週間切った今日で、うん待機中、ちょっと待っててね、あと 20% じわ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 、なんか全然いかん、なんでクッションの可愛い動画でも見て待ってよ、こみんな、可愛い、あ、これ自分の音なので、あのそう自作音声なので、あのこれは流しても大丈夫です、はい、私に著作権がありますこの動画、よし投稿できた、おい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 、ツイッターにはちょっと動画を処理中でまだいけないぞ、うん、ねえいいでしょ、いいかな、なんか TikTok さなかなかね Twitter にねシェアできないことが多くってね、いつもねピエンってなってるんですよ、おっと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 、静かにしてくれ、ちょっと音声を流すな、よいしょ、まだ動画処理中です、早くすらますコピーペーストコピーペーストー、
たー。お、ついていける、やったー、よし。ツイッターもあと6日、温泉好き。でコピーペーストよし、ツイッターも投稿したと。ハロウィーンのグッズが出てるよ、みんな。かわいい。え？ちょっと待って、ちょっと待って。あさといひなちゃんが、このグッズ。このハロウィーングッズのひなちゃん、あさといぞ、みんな。このひなちゃん、あさとくない？みんな、ちょっと見た？これ。え？これ欲しいんだけど、いいな。ランダムアクリルチャーム欲しい。言ったらくれるかな。いや、スクショしてこれを欲しいですよ。これめっちゃいい。これいいべ、あざといべ。カンバッチの絵柄はわからんな。え、うちわもかわいいね。みんなこれ見て、うちわかわいいミュー、うちはかわいいミュー。全部ランダムミューか。ビッグチュアはランダムじゃないミュー。ペンライトブルーかけるピンク、かわいい。スタンド付きアクリルコースターってどんなのだっけ。スタンド付きっていうことはアクスタみたいなってこと。これかわいい気がするね。気になるメウね、グッズ気になるメウ。今グッズいらないかな。ついでに頼もうとする。今なんかいい感じのグッズはないかな。お、これも結構いいね。長方形缶バッジ、珍しくない？長方形の花だれアーシャの缶バッジ。でも普通にアクスタ欲しい気もするな。やっぱビッグハートちゃん欲しいかもな。いかないかない、今回の少しこれ欲しい。アクリルスマホスタンドの温泉浴衣もいい。よきかな、よきかな。欲しいよね、みんなね。これ、これみんな持ってて羨ましい。これ人気だからもらえない。ありがとうございます。え、これかわいい。何これ。え、これ持ってる人見たことない気がするんだけど、これまだ売ってないのかな。え、かわいいよこれ。あのかぶれるタオル。え、かわいくないこれ。
みんな持ってる？これ。あ、持ってるのみんな。え、本当に？見てないわ。みんながこれやってくれてるの。見せて。見せてね。かわいいわ。めっちゃ。グッズ見てしまう。シティのグッズ可愛いから見ちゃった。うん、みんなこっそりゲットしてる。グッズ見せてや、ちゃんと見せてや、頼むよ。グッズ可愛くて助かってます。助かってます、よかったです。ちょっとこのアクリルチャームとビッグハートウチワをゲットしたい。おねだり、おねだりひなとします。さあさあ、ということでですね、本日は実はですね、ちょっと待ってくださいね。アマゾンさんで私のファースト写真集を買っちゃいたいと思います。よっ、よよよよ、皆さん予約してくれましたでしょうか。そう、公開ポチポチ打ちたいと思います。やったひな写真集。なんかアマゾンさんがちょっとやばいかも。大丈夫、住所映ってる。ちょっと画面見せるのやめますね。焦りすぎて。住所だ。噛みまくってしまいましたが、多分大丈夫だったけど。なんかそここの写真なんか色味がなんかちょっと違うぞーって感じになってるけど、これです。はい、 STU ホーテって岩手ひなファースト写真集、選べないクレヨン、電子特典、オフショット、スペシャルメッセージ動画データ配信、こちらをですね購入していきたいなと思いますよ。皆さん、うん、危ないよ。この本の予定日は2022年11月2日です。今皆さんここのですね、左のバナー の上の方を押すとですね、 Amazon さんに飛べるので、一緒にまだ申し込んでない人はぜひぜひ申し込みましょうね。合ってます、住所合ってます。あ、これ違うわ、これじゃない、これにして、合ってる、よし、 OK、注文確定。パンパラパンパラパンパラ。
ズーマは確定しています。お、ズーマは確定しました。ありがとうございました。確認メールが送信されます。メール来た、早い。やったねー。はい、これで私は一冊ややくできました。合ってるよ、大丈夫。よし、そしてあ、すいません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 、ほんまに、あ、なんかちょっとおかしいぞーってなってしまっておりましたね、今。すいません、すいません。待ってよ、合ってるのがおらず、アマゾン初めてぐらいの勢いで今使ってるからこれ合ってんのかな。ちょっと待ってよ。合ってるよね。よし、そしたらですね、なんと私はですね、こちらの写真集21冊頼もうかなと思っております。はい、え、そんなに、当たり前じゃないですか。ヤオちゃんの誕生日は21日、21冊かもなんて当たり前じゃないですか。皆さん何を言ってるんですか。よし、アマゾンさんで21冊注文しちゃおうっと。なになに、1,10,100,1,000,57,750円か。まあそんぐらいかかるよね。そうだよね。なになに、ポイントを利用しようかな。おかしい、ひなちゃん、おかしいかな、こんなに頼んで、おかしい、おかしい、誕生日だよ、だって21日。うん、おかしいか、これ頼むよね、みんなね。え、みんな21冊を買ってるよね、だってね、そうだよ。うん、あ、221くらい普通ですかね。あ、マジか、ちょっとそれにはかなわんわ。うん、全然かなってないわ、全然。うん、
あーもう申し訳ないな、うん、それに関してはちょっと、1000分のランダムのコンプリ目指すなら買う。あ、なるほどね。ひなちゃんちょっとひなちゃん特権でランダムのやつ全部もらっちゃうぞーって感じなのでアマゾンさんのランキングをねやっぱ上げるためにちょっと私アマゾンさんで21冊買おうかなって思ってるな。うん、みんなもだよね。そうだよ、みんなもみんなもこっちの左のバナーの上の方から、まあアマゾンさんか下の方のかのセブンネットさんから持ってるよね。21冊予約してるよ。最低でも17かっこひな札ひな札だよね。今日初めて左のバナーを入れました。なんでや。もちろん当たり前だよね。100冊はもう本当にありがとうの気持ち、うん、さすがに神かなっていう感じ。うん、100冊目指そうね一緒に。全然21冊とかよりも俺上だけどみたいな。でも全然マウント待ってるんで。全然マウント待ってるんで、うん。そうですよ。よろしくお願いしますね、皆さん。さて、とっと。注文確定すると、よし、注文が確定されました。メールママかな、メールママかな。うん、メールがなかなか来ないな。やっぱちょっと多かったかなお、来た来た。うんうん、よし、ちゃんと頼めてるな。よし、オッケーオッケーオッケー。まあ最初は1冊頼んだのはねエンターテイナーですから、合計22冊がとりあえず届くということだな。ほんまに頼んだの？もちろんだよ、みんな。しょうがないから注文の詳細を表示してあげよう。映せるとこだけ映してあげよう。おーっと、ちょっと待てよ。おっと、これどうやったらいいんだろうな。注文の詳細難しいぞこれ。あ、326ポイントあったんでそれはちょっと使わせていただいておりますが、ちゃんとこうやってね、はい、メールですね。これこちらメールにてこの値段が届いておりますはい、これちゃんとメールにてちょっとポイント使ったぞーっていうのも届いてるはい、ちゃんと買ってますよ。嘘じゃないですか私。はい、本気なので皆さん。いやねえ、もう本当です、本当です。これ今さっき届いたメールなんで、はい、いや皆さんもねぜひぜひ推しの誕生日21冊予約よろしくお願いしますねよーし、かけばに書いて豆な人かけばに書いてびっくりしないようにしなきゃかけばに
2750+577750。2750。あった。よし。オッケー。これでびっくりしないね。22冊回し込めました。やっと回し込めた。イエーイ。タン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 。イエーイ。よし、込めた。すっきり私の心が。いや、ずっとね、申し込みたいと思っとったんよ。でもなんかいつ申し込み思うとってあって、もう今日だと思ったんですよ私。うん、いや、そう、本当に満足です。私なんでかというとね、私今日写真集の本が事務所に届いてて、それを取りに行って今家でこう読んだんですよ。非売品のものなんですけど、そう、ちゃんと本屋さんとかに並ぶのを読んで、これはすごいと思って、もう最高だこれ、私の宝物だこれはと思って、今日だ申し込むなら、うん、ともい本日アマゾンさんにて申し込まさせていただきました。うん、いや本当に届くの楽しみですね。ここに並べよう写真集。うん、そうそうそう、ガチ勢ですかね私。皆さんもぜひ並べてくださいね。うん、いや本当にありがたき。そう、私はね、皆さんちょっと特典があった方がね、こう何冊も買いやすいかと思うんですけど、やっぱ冊数を稼ぐためには、予約してあった方がね、アマゾンさんとかセブンネットさんに予約しちゃった方がね、冊数稼げちゃうんで。うん、いや、ひなちゃんの写真集をね、ちょっとでもね、たくさんの数吸ってもらってそう、たくさんたくさん配ったりできますからね。うん、うんうん、そうですよ、まだまだ今日22冊頼みましたけど、まだまだ日数も増える気がする皆さんもひなちゃんに負けないぐらいいっぱいゲットしてくださいね。うん、そうですよ、頑張ります。けなげ、いい子だねその任せろ、任せた。セブンネットで買わなきゃ。いってらっしゃい。こっちの左の棚の下の方の人、セブンネットさんで購入できるよ。アマゾンさんでひなみたいに購入する人はぜひ上のバナーから、上のバナーからゲットできるよ。自分ネットで買い足す予定です。嬉しい。そう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 、よしよし、よしよし、ゲット達成するぞ
金でゲットだってできるぞ。しかもめっちゃ大きいよね。なんか A4 って書いてたじゃん。こんぐらいまでに本当にでかっと思って、なんかすごい大満足の気持ちになったんよ、みんなそれを見て今日。そう、だから今日いっぱい頼んじゃおうっていう気持ちだった。うん、届くのも楽しみだな。いつ私したら良い収支してもらえるんですか。もちろんだよ、おいで。うん、可愛かった、可愛かったよ。可愛いし、あざといし、セクシーだしって感じ。すごい嬉しい。うん、やっぱなんか宝物やってなりました。あ、映ってない。あ、映った。いや、あ、やばいやばいやばい、重たい重たい。よし、うんうんうん、ただいま。すまんの、すまんの。よいしょよいしょ。目閉じたまま止まってた。照れちゃうやない、スクショしないでくれよな。うん、ねえ、トマト一緒だった？本当？よかった。何？2回目のループ知らないよねって。セルアミか？懐かしのセルアミか？私実はこの世界がループしてること、2回目なの知ってるけど知らないよね、みんなは。この世界がループしてること。うん、ループもの、ループもののコメントを見た今。うん、ね、知るあみ懐かしい。ねえ、セルアミ結局一度も見れんかった。マギーかよ。うん。ねえ。でもあんなに演技する。この絵は。TU が初めてなんじゃないか。何かしら。うん。うん。いてて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 て、懐かしい。そのセリフは夏い。え、そこのセットつけてるの。そう、なんかこのセットつけたらね、姿勢がね、こう痛っ、まっすぐになってね、そういい感じに立ってる時にすごい楽なんですよ。特に
そう、こうピンってなってすごい楽っていうのを今日気づきまして、コルセットを巻いて過ごそうと思います。そう、あの座ってる時はこれ結構あの血液コルセットのひながねダイエットするために買ったコルセットだから、もうねなんかくびれがこんぐらい、もうこんな感じでもうついちゃうぞみたいな、右手についちゃうぞっていうくらいの細さのやつだからね、そう座ってるとお腹が苦しくって、そう立ってるとお腹こうじゃん、座ってるとお腹こうなっちゃうじゃん、なんかそれが苦しくってそう、え、そうヨーロッパの貴族みたいな、そう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 、ヨーロッパの貴族さんこうなってますよね、お腹が。ああいうタイプのコルセットはね、あのデートのために買ってたんですよ私、うん、なので本当にちょっと座ってるときついぞーってお腹がお腹がきついぞー、うん、そう寝るときもつけるのどうしようかな、寝るときどっちの方が楽だろうな、うん、そう本当に余裕、本当にやばい今の日のウエストこんぐらい今日のウエストこんぐらいになってる やばいやばいはがりました、これですこのお腹になってるの今、そうやばいよ、うん、ぎゅーなってます内臓もギュッてなってそうなんですよ、でもちょっとあの姿勢がいいと治りやすいみたいなので、しばらくはギュギュウエストギュギュマンでやっていこうかなと。そうなんですよ、座ってるともうお腹が苦しくって苦しくって苦しくって、うん、このコルセット買ったのはもうあの写真集を撮るってなったから買ったんですよ、ぎゅうぎゅう生活をしてました、いっぱい食べないように、そうコルセット外した途端にお腹がすごいすくんですけどゴーゴーゴー、お腹ゴーゴーってなる、うんうん、湿布も貼ってるし痛み止めもあるし、そう寝る前にねでも痛み止めは飲んでる、なんかこの湿布が強力すぎてあんまり薬飲んじゃいけんみたいな感じでからね、そう寝る前に飲んでました、本当はめっちゃ定期的に飲みたいんですけど、そう湿布がめっちゃ強いやつらしくてあんま飲めん、うん、ところで原因は、あの原因はですね、まあこれ多分なんじゃないかなっていうのが一個あって、そのぎっくり背中になる前にその東京でフェスがあって、それで8時間新幹線乗ってたんですよ日帰りでね、その日8時間新幹線乗ってたからかなって、なんか同じ姿勢をずっとしてるとなりやすいみたいな書いてあって、あそれかーと思って、でも全然私 ST5 年半やってて、あの全然普通なんですよね、その移動時間だから、うん違うかもしれないけど全然ね、うん手がいいなっていうのも何回も経験してるからね、慣れてはいるんですけど、
いろいろありました。こっちが痛いんですよね、ちょっと。うん、そうなのよ。ちょっと移動が分かったかなっていうので、うん、だったかなって感じ。うん。そう、気をつける。うん、移動とかどうしようもないけど、結構、うん、どこでもドア開発してくれんからって感じやけど、うん、ピアスをしない、これピアスじゃないよ、イヤリングだよ、可愛いでしょ、イヤリングなのにピアスみたいでしょ、結構デザインが。お花なの、これ、ここにお花いて、葉っぱなの、これ、葉っぱ。そう、揺れる、かわいい、うれしいな。ネックレスもつけてるけど、飾り物多め、かわいいの。お袖も鼻ついてる。今日お花、お花。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ねえ、大人っぽい、なんかね、大人っぽいよね今日ね。なんでだろう、結構カワカワなイメージだったけど。髪の巻き方かな、いててて、て今日髪の巻き方ね、ここだけ巻いてるの、実はこことここだけ巻いて、あと内にしてるんだけど、なんか全部巻いてるように見えるみたいなのを最近インスタで見て、これめっちゃ簡単やんと思って今日やってみたい。この巻き方のせいかも。待って、写真集大人買いしたので大人の顔つき。まあね、自分の写真集ですし、最高なので、やっぱ自分の写真集は最高だと思ったので。そう、大人買いしちゃいましたけど、うん、いいでしょ。うん、ねえ、でも本当にね、嬉しいの、うん、もう本当に嬉しいの、すごく嬉しいが勝つ。うん、嬉しい、150、そう、 100% 振り切ってる感じで嬉しい。うん、うん、たくさんの人に手に取ってほしいね、みんなに見てほしいなって本当に思う。そう、でも本当に良かったって思ったのは、左がね、左がね、ぎっくり背中起きてて、あの右利きなんですよ私、だからね、あのサインはめちゃめちゃに書けるので良かったと思いました。うん、そこだけは。うん、そう、これが聞き手だったらね、本当にもうやばいぞーっていう状況になったかもしれないから、本当にそう、ちょっといつ治るかまだ分からなくて、本当にそう、この痛さが、うん、ね、左でサイン
左でサイン変えたらもうプル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 みたいな感じになっちゃうし、遅くなるきっと。うん、そうなのよね。リストヒート化要塞まで治ればいいけどね。さすがに治ってると信じてます。そう、皆さんベストヒット歌謡祭 STU48 出演が決定しました。本当に嬉しい。うん、もう本当に嬉しいドキドキしますね。うん、でも本当に今回はね、すごいアーティストさんの中でね、たくさんいるアーティストさんの中で STU48 が選ばれて楽曲を披露できるということで、もう本当に皆さんの、いつも日頃から応援してくださる皆さんのおかげでございます。ありがとう。やばいよね。いや、こんなに私もいろんな歌番組に出れて、本当にアイドルになれてよかったなって思うそうね、どんな時でも思うんだけど、アイドルになれてよかったなって思うんだけど、でもやっぱりこういうなんだ、大きいね、歌番組さんに出演できたりするのって本当に限られた 人にしかできないことだし、本当に皆さんがいっぱい応援してくれないとできないことなので、本当にすごい。うん、ありがとうです。ね、M ステといい今年すごい。そう、 M ステさんもね、もう本当に嬉しかったし、もうベストヒットクラブさんも本当に嬉しいのでそう、もう本当に本気でベストヒット歌謡祭も出演させていただきます本気で許していただきますという気持ちで意気込んでおります。M ステティッシュはまだ大切に保管、そうですね、ちょっと M ステティッシュはこちらの方に保管させていただいております。ありがとうございます。またいつでも保管させてください。あー、応援してるよーってね。みんな予約した？もう予約したんか、それとももう今からテレビの前で正座待機中か？それは修行、もはや信用。うん、早い予約した、早い、嬉しい、ありがとう。シフト変わってもらって準備満タンです。わざわざありがとうございます。バイトの子もありがた、ありがたい。うん、いや、そうよ、ハードディスクの空きを作っておく。そうですよ、皆さん、ハードディスクの空きをちゃんと作ってね、え、予約できてないんだけどみたいなのないようによろしくお願いいたします。予約も録画もした閲覧募集も終わりました。閲覧じゃない、観覧募集か。いや、嬉しい。そう、今回なんか3年ぶりだったかな、多分3年ぶりの有観客でやれるみたいな、やっていいんですかという気持ちでございます。いいんですか、いいんですか、お越しになって皆様皆様お越しになって、うん、 ST のこと応援してくれ。うん、大阪やで、ほんまになっとるけんなみんなのこと待っとるけんな。
なんかもうごちゃごちゃの方言になったが、倍率確かに倍率やばそう。本当にたくさんね、豪華アーティストさんが出演するからね。うん、楽しみね、楽しみだね、みんなワクワクドキドキワクワク。うん、一緒に頑張ろうね、これからもいろんな景色を一緒に見ましょうね。私はみんなが笑顔でいてくれることが一番嬉しいでございます。皆さんを幸せにするのがひなちゃんの夢でございます。一緒に楽しんでいきましょうね。よいしょ、ドキ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 。うん、ねえ、その背中よ治れって感じないよ本当に。よし、遅っ、頑張ってな、遅っ。ねえ、こんばんは、こんばんは、いらっしゃい。初見さんも、今北さんも気軽にコメントしていいからね。そういえばさっき思ったんですけど、私思ったんです、いいですか話して、これさっき思ったことがあって、私1年に1回声変わりしてる説があるんですよ私。いや本当にあって、なんか1年前くらいのなんか動画を見てたら、なんか声違う気がすると思って
そう、なんか1年に1回声変わりしてるんじゃないかっていうのも最近ね、最近というか昨日の夜発見したんですよ。なんか1年前の動画見て、たまたまなんか声違くない、あれちょっと待って、もう1年前の動画見て、なんかこの声でもないなんか私常に声変わりしてるぞーって思ってるんですよ私やばいよ本当に。え、声帯がずっと変わってるのかいっていう、そう最近思ったもん。うん、びっくりなんよ本当に。うん、そう、なんかねどんどん変わっていってるのなんだかな、なんとかですね、感じが普通に喋ってるんじゃなくて、あの普通になんか全然違うの。うん、え、何が変わってるんだろう。うん、そう、少し声が高くなった気がします。あ、そうなのかな、なんだろうね、なんかね全然違うんだよ。そう、なんか高くなってるのかな。え、そう、発声が上手くなってきてるの。そうそう、なんかね聞き取りやすくなってきてる。でも、うん、昔よりも今の方が、うん、え、そうなの、そう、聞き取りやすくなってるって思ったんよ。そう、何かいつの間にか成長してるなって思った感じです。うん、そうなのね、不思議だね、不思議だね。ボイトレ効果、確かに日々歌ってるからか、発声がついてきたのか。じゃあもう私来年めっちゃ高くなっとるよ。あー、岩のひなでーすなっとるよ本当に。ってぐらい全然違う。うん、うん、そうなんよね、これ昨日思ったんですよ。うん、なんかどんどん一年に一回声変わりしとると思って。うん、そうなんよ、またみんな気づいたら言って、一年後に、皆さん一年前と声違うよいやでも本当に1年前と違うし、2年前と違うし、3年前とも違う、びっくりする。うん、嘘でしょ。うん、やっぱ発声かな、歌を歌っていることによって、とか普通にね話している時も喋りやすいように話そうっていうので、喋りやすいように、聞き取りやすいように話すと思ってたら変わるのかな、毎年。そういうものなのかしら、芸能界っつうもんはそういうものかしら。うん、っていうね、びっくりした昨日、昨日夜思ったことでした。みんな変わるみんな残してないよね、まずきっと。1年前の自分の声、2年前の自分の声残してないよね、みんなみんな変わる。うわ、年々低くなってきてる。どんどんダンディーボイスになってるの、羨ましい。ひな、今日もね、ダンディーボイスみたいな、ちょっとなんか
中性的な声に憧れがありますね。やっぱり女の子でもこうちょっとかっこいい感じの、羨ましいですねあれは。うん、だんだん口悪くなってくる。どうしてん、うん、あ、お年寄り相手のお仕事なので年々地声が大きくなってるのが悩みです。いやそうなのよ、きっとひなもそうなのよ。もうだんだんさ、こう大きく喋るとか、なんか分かりやすく喋るとかでね、いや本当に変わるよ。うん、そうそうそう、ね、おかしいぞこうって本当に自分なのかっていう、毎年変化してた。でもさ、こうなんて言うんでしょうかね、こう年を重ねていくうちにやっぱ声って変わってるじゃないですか。絶対なんかこうおばあちゃんの声とか聞くとさ、なんかなんとかやねみたいな感じじゃないですか。だから私はいつかそうなるのかなーっていうのを思いました。こんなに毎年変わらんだったら私はいつかなんとかやねえ、そうなんじゃねえみたいなおばあさんボイスになるんかなーって思いましたね。うん、ヤジのおばあちゃんの声は可愛いよ。そうやね。こんな感じ。言っちゃるみたいな。言っちゃるね。おばあちゃん可愛い。うん。接客中声変わる。それはね、全員そうだと思うよ。うん、やっぱいい声でお届けしたいっていう気持ちだよね。うん、えね、やっぱいい声でお届けしたい欲が出てね。うん、でもひながもショールームで話しとるこのトーンよりも2トーンぐらい上がって公演とかで自己紹介してる気がする。皆さんこんにちは、 STN ホンテッドの伊幡ひなです。そう、2トーンぐらい言ってね、やっぱ喋っとるかも。キャピキャピルンルンみたいな、キャピキャピルンルン。え、だってさ、こんな感じでさ、STN ホンテッドの岩田ひなですって言われてもなんかちょっと胸に刺さらんじゃん。あ、ひなちゃんだー。みんなのテンションがね。あ、ひなちゃんだー。STN ホンテッドの岩田ひなです。あ、ひなちゃんだーってなるやん。そういう感じです。はい。うん、うん、え、そうそうそう、ちょっとテンションをこう上げながらさ、ふっとる気。
行くぞーみたいなそういう感じで上がる。うんうん、そう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 、ねえ、ちょっと私は来年のひなちゃんの声が楽しみです。そう、昨日ちょうど1年前のを見て思ったんですよ。私はあれ、なんか声来年楽しみだぜ。うん、そう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 、今日の声取っといて比べてみよう比べられる。だって二十歳のひなちゃんだよ。確かにもうお姉さんボイスになっちゃうかも。みんなお姉さんボイスに、誰もがキュンとくるお姉さんボイスになってるかもしれないぞこれは。あるぞあるぞこれは。うん、アルコールをたしなめるようになる。なんかアルコールでなんか喉つれるみたいな聞くけどな。それは嫌だな、それは嫌、それは嫌やでー。ね、飲みすぎたらね、飲みすぎたらな、ガチャガチャにね、お姉さんボイスになってると信じておりますわ。うん、そうで、でもあともう11月になるとしてそう、もう11月になるとして、1月21、12月21、1月21、2月21、もう私はいつの間にか絶対誕生日を迎えている。このままではやばいやばいそう思っております。だってもう10月あっという間だと思う。もう10月3日の気持ちよりも私まずいまずい、時が止まらないうん、やばいよ。11月の写真集でバタバタしてて、12月は多分クリスマスとかね、まあ年末にこう何かあってバタバタして、1月はまあ新年ということでバタバタして、もうすぐ2月の誕生日来るからね。これ本当に早いんよ、もう体感3日ぐらいで、多分体感3日はちょっと持ったけど、3日くらいであの3ヶ月たつ。これね、うん、いや本当にそうなんよ。うん、ね、ちょっと一緒にみんなで乾杯しようねって思ったけど、ショールームが確か飲んじゃダメなので、うーん、インスタのあれでもダメかな、あのインスタライブ、
インスタライブはダメなんかな。聞いていたらオッケーって言われても困るな。ひなが不安だ。ママとパパがいないと。ママとパパと制御できる誰かがいないとダメだ。ね。そうよ。設定的には大丈夫なのね。わかんないけど。わかんないけど。ちょっとそういうのもやりたいなっていう思いましたけどね。ミクチャでやっちゃうーとか。まさかのミクチャ。うん、シャンパンタワーでハゲハゲしよう。クラブやん、もう。イエーイ、シャンパンタワー入りました。それはせんよ。うん、うん、あ、ミクちゃんのギフトか。あ、それか。あったね、確かに。あった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 、はい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 。うんうんうん、はいはいはい、やりましたね、それね。びっくりした、ひなが入れちゃう方かと思って。せんよって言ったけど、そう、そういうことか。すいません、はい。うん、ねえ、そう、ミクちゃんのアカウントまだ持ってますよ、私。うん、想像して笑ってる。似合わないよね、さすがに。私、大人の女性のような飲み方をするのが憧れなので、こうやってチンイエーイじゃなくて、あチンって感じが憧れですので、私そういう人になるんで、よろしくお願いします。そうそうそう。そうそう、目が陰キャなもんでね、そういうのはちょっとね苦手ですね。あ、そう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 、おしゃれなバーで、そう、おしゃれなバーで、いつもので。ありがとう。チン。これがひなちゃんの憧れなので、そう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 。しんど。うん。その場でチェックしてもらうと。それは多分ね、10年後かな。うん。うん、30歳になったらそういう人に なりたいけど、ちょっと多分今のひなちゃんには無理。うん。もうビクビクしちゃうから。ババババババ。ビクビク。うん。憧れですね。
ちらのお客様からです。それもよくドラマで見るやつや。私頼んでないですけど、あちらのお客様からです。えっそれされたら嫌じゃん。陰キャ出ちゃう。芋出ちゃう。さすがにお芋ひなちゃんが出ちゃう。それされたらちょっと、おえおえおおえおおありがありがとうございます。ああえいいんですか。ああちょっと私山口県出身のちょっと田んぼで育ってんで、本当に田んぼに囲まれて育ってんで、ちょっとそれは難しいかもな。うん、急なハプニングはちょっとやめてもらって。おいおいおい絶対出る絶対そうなる。そうですよ、右は田んぼで、ちょっと歩けば田んぼと川があった場所でも過ごしてるんで、ちょっとやめていただいて。はい、それがバーみたいなね、急にそんなこと起きたらね、あちょっと違うぞーってなっちゃうんで渡された瞬間もうええってなって、相手の人んーちょっと違うぞこれ絶対なっちゃうんで、あのやめてほしい。うん、いやでも30歳もさすがにいけると思うな。30歳さすがにいけるかも。うん、やっぱ30だよ、だっていける気がするよ。うん、気持ちね。19のひなさんからすると30いける。そうよ、25くらいで生きるはずって。いや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 、5年間じゃ治らんな、この芋さは。うん、そう治らんな、ちょっとな。いや自分が持ってた30歳に全然大人じゃなかった。その可能性は全然ありますけど、ね、気持ち的にね。そうそうそう、大人だって信じてますから。ねえ、そうそうそう、憧れと本当にできるかは違いますから。こんな時間なんで誰も聞いていないと思って話すんですけど、私18歳になった時に18禁のものがあるじゃないですか、この世の中には。行こうと思ったんですけど、もう今も行けてないのであのやろうとしてることと本当にやるかどうか本当に違うんですよ。本当に行こうと思ってたんよ。そう、そのよしと思ったんですけど、行ってないんで今も。はい、そういうことですかな、やっぱり。そう、一人牛丼も、そう一人牛丼ももう何年も前から行こうと思ってるんですけど、いまだに来てないんで一人牛丼。そうです、やろうって思ってることと、あの実際にやれるかどうかは全然違うんですよ。うん、感じですか。うん、ちょっとドキドキしちゃうぞっていう。
言うのは簡単だよ。ひなちゃんからずっとドキドキしちゃうんですよ。あの牛丼一人、うんうん、なんか大人って感じ。おとにゃ、うん、一人で食べるカフェとか、まあ全然行けるんですけどね。そう、まあカフェ好きなんですけどね、普通に。もう牛丼も好きですけど、そう普通にカフェが好きでね、寄っちゃうんですよね。行きたいなーと思っちゃったらね、行っちゃうぞー。どこの牛丼派？どこなんだろうな。でもやっぱりすき家の牛丼が好きかもしれない。うん、普通にあのチーズ牛丼が好きです。チーズ牛丼、チー牛が好きです。うまい。そう、つゆだくに、つゆだく派なんですけど、そうなんですよ。だからチーズ牛丼のつゆだくでって言いたいんですけど、ちょっとまだ今までちょっとドキドキしちゃっていけてないです。そういえば最近あの一蘭に行った時に、あの赤い秘伝のタレみたいな、ちょっと辛いやつあるじゃないですか。ひなあれ絶対につけずに頼むんですよ。そしたらパパピオが、いやこれもうひなちゃんの年代でつけとる、つけてない人おらんよって言われた。えこれって子供なの、えっていう、最近知りました。うん、でもひなちゃんは絶対にあの赤いやつを入れません。はい、そう。絶対入れない方が美味しいもんだって。あの普通のあの豚骨のスープがもたまらなく美味しいじゃん。そうなんですよね。え、みんな入れる？もしかして秘伝のタレみたいなやつ。なんだっけあれ。うん、入れるよーって。なんやと、2倍からちょっとだけ。でもそれも大人だよ、もう入れてる時点で大人。うん、あもうダメだ、みんな入れる。一蘭ない、一蘭行かない。え、そうなの。一蘭本当に美味しいよ。もう生まれた時から美味しいと思ってるぐらいの美味しさ。うん、でもほとんどの人がもう入れないがいないぐらいの勢いでしたね今ね。マギか、やっぱひなだけか。はあ、知らない間に取り残されてるんだ。知らない間にこうやって私は取り残されている。うん、アニピオは一蘭好きすぎて一蘭で働いてました。実はプロ、一蘭のプロ。うんうんうん、
そう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 、岩竹全員一覧好きなんですよ、ちなみに。そう、アニピュアが一覧を やり始めた頃はみんな一覧にいいなってなりました、うん、みんな一覧好きだから。いいな。もう10時36分なんだ、びっくりだよ。そうそうそう、まあ、いつか皆さん博多か、博多かな、やっぱ福岡、福岡で一覧屋さん行くことあったら、行ったことない方味の感想教えてください。そう、結構好きです、ひなは。そう、家族ぐるみで好きなの。そう、家族全員好きなんで。そうそうそう、教えてください。あー、全然どこにもあるんだね、いろんなところにあるみたいで。そうなんだね、まあ、だって広島にあるもんね。そうだよね、いろんなとこあるよね。あ、あ、ちょちょちょ、傾いちゃった。あ、ちょちょ、ダメだ、ちょっとランキング読むときちょっと傾けて読みまーす。13位、ハッシュタン、いっぱいだな、たの、たのなんだな、楽しい、いいことしようねみたいな感じかしら。あー、あーって嬉しい。あー、惜しい。そっちか、迷ったんだよな。いや、そう、今も楽しみ。12、花ちゃん大好きな、そう。11、瀬戸魚太郎さん、豪華な買い物を見て触れました。まあ、皆さんもフレーズにぜひともね、はい、待ってますからね、予約。そして10位、おばあちゃんずっと一緒、あら、フォーエバーラブ、フォーエバー。9位、マッピーさん、お体あんまりせずねーみたいな感じかな、ありがとう。本当にね、ずっとこっちがいなくてね、そう、早く慣れせるようにします。八崎さん、いなちゃんのん、なんだ、ハート申し込み、あら、いなちゃんのハートは無限にあるからね。七位、台湾のごはん、台湾もあるよ、お一覧、もしかして、お、一覧、え、そうなの、おいしい、台湾の一覧も気になる。6位、ポンタさん、背中早く良くなりますようにかな、これは、ありがとうね、早く良くします。5位、もちもちもっちーさん、もちもちもっちーさんのことが好きやそう。4位、キングシュリークさん、キングシュリークさんのことが好きなさん。3位、ドリンさん、21冊の男気。なんだろう、おみ、あ、お、お、な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 、どこ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 、どこ、いた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 、男気、いや、女気に惚れた、セブン追加するね。お、
私の熱い思いを受け取ってくれたな、ありがとな。ぜひぜひ左のマナーから下の方を押すと飛べますので。ぜひ、ならアマゾンだけどセブンネットさんもぜひ支えてあげてください。ねえケインチさん、背中本当にお大事にいいかな、ありがとう。いや本当に早く直したい、もう直したくてもう震える。ブス先生がトロロロババーン、株式会社ゆすみグループさんです。あら、株式会社ゆすみグループさんのことが好きなさん、うんうんうん、おっと今1位を見たらケインジさんになってた。ケインジさんのことが好きなさん。あ、早く良くなりますように、ありがとうね。こう指さそうと思ったらあれ違う。びっくり、ちょっと順位変動がありましたけど大丈夫そうですかね。みんな読んでる人かなこれは。うん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 、ねえ大事にね、ありがとうね、うん、頑張って、うん、頑張って。まあ、頑張らない、頑張りすぎず直していきたいなと思います。はい、ということで皆さん本日もスペシャルギフトコメントたくさんありがとうございました。用意じゃない皆さんごめんなさいって、マスターの配信では読まれるかもしれませんので、まだフォローしてない人はぜひぜひハートのボタンを押してフォローして、明日の配信また会いに来てね。そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。 TikTok の方では毎日カウントダウン投稿を、あ、じゃあ写真集発売までのカウントダウン投稿をしているので、ぜひぜひ、毎日見てください。あと、5日分、ついに、明日から5日分になります。あ、リンクコピーします。ありがとうございます。リンクコピーして拡散よろしくお願いします。そして、写真集、あと5日後に、発売になるんですけど、こちらから上の左のバナーの上の方を押すと Amazon さんに飛べて、下の方を押すとセブンネットさんに飛べます。私は今日 Amazon さんで22冊予約させていただきました。イエイイエイ、届くのが楽しみです。今日ね、本として初めて見たんですけど、本当にわーっとなってイエイってなったので、皆さんにもこの気持ちをぜひ味わってほしい。もう本当にイエーイ、もう最高みたいな、イエーイみたいな気持ちになれるので、はい、まだまだね、追加で予約するのも全然待っておりますのでね、こんなもんはもう何冊あってもいいですから。そうですよ、何冊あってもいいですから、うん、本当によろしくお願いします。はい、そしてあと何か言うことがあったかしら。あ、総理に載せてた原画が欲しい。あら、あ、じゃあツイッターとかに載せようかな。うん、ツイッターかインスタに投稿しようかな。そう、投稿しようかなと思った画像なんですよ実は。そう、でもちょっと勢い余ってインスタストーリーに投稿しちゃったんですけど、なんか写真集を見た後の勢いがこんな感じだったんで、うん、どうしようかな。うん、明日からはね、インスタ、写真集のオフショットをどんどん投稿しようっていう気持ちでおりますので、そうなんですよ、だからね、載せていくね、制服のやつもワンピースとかのやつも。水木も小声。ではでは、本日もおつぴょんでした。皆さんまた
明日ね。バイちゃん、あつぴよー。